はい、どうもこんにちは、青木です。現在僕は福岡にいます。ここはですね、天神から西鉄電車に乗って、5、6分で、来たところにある大橋駅というところになっております。まあ、福岡の、ね、南の、方の、まあ、中心街みたい、中心の、ね、街みたいな、そんな感じなところなんですけども、今日はですねちょっとまた時間が空いたんでネットカフェに行こうかなというふうに思っております。で、まあ、天神とか博多駅で行ってもよかったんですけども、この、ね、大橋駅の近くに結構、ね、お休みの値段で、利用できるネットカフェがあるということだったんで、今日はそこを皆さんにもご紹介したいと思います。はい、ということで、さっきは急行に乗ってきたんですけども、横に止まってた普通電車が発車していきましたね。この駅で急行がね先に行くのを待っているようですね。はい、ということで今日ご紹介するのはメディアカフェプラネット大橋駅西口店というところになっております。はい、ということで大橋駅の西口に出てまいりました。ネットカフェはですねここまっすぐ、行って、あそこ道路見えてますよね。この道路を少しまっすぐ行くとあるそうです。なんか駅前がすごい開放的ですね。でしかも駅の、下かな、駅の構内かにはショッピングセンターなんかもあったりして、えらいねこの生活するには便利そうなところですよねここ。はい、と思ったら結構下町的なね、そんな感じな商店街に入ってきました。はい、すいません、ちょっと通り過ぎましたけども、このワイモバイルショップの、右側にですね、はい、こちらですね、個室ブースソロ飯って書いてありますけども、ネットカフェプラネットというところがありますね。はい、でソロ飯って書いてあるんですけども、今日はね、まだ昼ご飯を食べていないんで、はい、ということでこれがですね、そのソロ飯なんですけども190円で食べられるんですね。天神からね大橋駅までの西鉄電車の値段が220円なんですけども、それより安く食べられるということですね。すごいですねこれ。さあ、で受付は3階にあるということなので、3階に行きましょう。はい、ということで3階にやってきましたね。これね、ここはね料金がねむちゃくちゃ安いんですよ。オープンタイプっていうのは、まあ、要はカウンター席みたいなところで、まあ、仕切りは一応あるんですけどみたいなところなんですけどもね、2時間でなんと510円で使われるんですね。これめっちゃ安いですよね。そして、ボックスタイプということでね、ボックスタイプだと2時間で880円ということになってて、で、これ事前申告制、パックっていうのもあって、まあ、要はこれ自動でパック料金に変わるらしいですけど、事前に言ったらもっと安いということもあるそうです。結構ね店内は開放的ですよね。はい、こちらが今日のお部屋になります。ボックス席のフラットマット席を取ってもらいました。はい、まずは腹ごしらえということで、こちらがフードメニューになってます。ネカフェ飯って書いてありますけど、いろんな種類ありますよね。こちらがですね、ランチプレートとかもあったりとかですね、カレーですね。で、カレーはさっきの190円のキャンペーンやってたということで、別のページに改めて書いてあるようです。はい、それがこのページですね。店先で見たみたいに190円カレーって本当に書いてありますね。で、ベースは190円なんですけど、このようにトッピングをすることでね、いろいろな味が楽しめるようなんですけども、これトッピングしてもだいたい500円いかないんですよね。だからこの格安カレー一体どんなカレーなのか非常に楽しみです。はい、席に備え付けの電話で注文すれば注文したものを席まで持ってきてくれるそうです。で、PC をつけてみたんですけども、画面がすごく綺麗なんですよね。そして、PC 本体なんですが、どうもゲームにも対応した PC らしくて、まあ、このネットカフェには結構まあハイスペックな PC も、たくさん用意されているということですね。で、ディスプレイの下の空間なんですけど、ものすごく広いんですよ。
この後カレーが来るんですけども、それを奥にも十分なスペースが確保されているようです。はい、カレーがやってきました。さっきの190円カレーにエビフライを200円でトッピングしてもらいました。この後ね、僕が持ってきてる PC でカフェの Wi-Fi を使って作業しようと思ってたんですけど、そのね PC を置いてご飯を置いてもですね、十分なくらいなスペースがあるということで、いやこれはすごいですね。じゃあいただきます。はい、ということでごちそうさまでした。いやめっちゃ美味しかったですよ。ベースの190円カレーにもね、お肉とか具がしっかり入ってて、エビフライと合わせて非常に美味しかったです。さあということで、ノート PC で作業を始めてまいりたいと思います。はい、作業が終わりました。今回はですね、事前申告制の2時間パックで利用したんですけども、なんと680円でこんな足伸ばせる快適なボックス席座れたんで、いやこれは良かったですね。はい、エンディングです。ということで、ここはですね、大橋駅の東口、プラネットさんがあるところとは逆の方の出口に出てきてます。ここにバス乗り場があるので、今からねバスに乗ってまた別のところにちょっとお出かけをします。はい、ということで、今日はですね、福岡市南部西鉄電車の大橋駅近くにあるメディアカフェプラネットさんをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。いや全体的にすごく安かったですね。滞在したのはね2時間だったんですけども、2時間で、パック料金がなんと680円ということで、1時間あたり340円ということでむちゃくちゃ安いんですよね。それでくつろげるマットシートに座って作業できるということは、いや非常にねありがたいと思います。で、食事もすごく安くて、190円のカレーに、まあ、200円でねエビフライトッピングしたんですけども、それよりでもね500円いかなかったんで、全体でいくらかかったかというと、アプリをねインストールしたら100円引きになるということで、そのね効果もあって1000円いかなかったんですよね。いや食事もして2時間ね作業し、ネットカフェで作業して1000円いかないというのはねめちゃくちゃね安いことだと思います。ですので、福岡でねちょっと休憩したいなっていう時は、ぜひここの大橋駅近くの、プラネットさん使ってみてください。それではご覧いただきましてどうもありがとうございました。